皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いいたします。千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続きまして、素敵なゲストの方と一緒に予想してまいります。アイドル界ナンバーワンの競馬好き、 SKE48 の熊崎遥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は日曜日に行われます G1 オークスを予想していきます、はい、熊崎さん、この春絶好調ということで、高松宮記念ですね、はい、高松宮記念からなんと5週連続で的中。はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。で、すごく拍手をもらったんですけど、ほぼ鳥紙ということで。でも当てることに意味がありますから。そうですね、的中という文字が見れるっていうのは嬉しかったですね、うんうん。すごい、 G1 4つとマイラーズカップ的中で。そうなんです。すごいですね。だからもう嬉しくて嬉しくて、けど毎週毎週プレッシャーが、まあそうね、当てるって思われるとね、あ、来るよって言って、ファンの方とか、うん、いつも見てないファンの方も今週は乗るねっていうコメントをいただくことがあって、だん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 プレッシャーがひどくなってお腹が痛くなるっていうけど、本当もうちょっと的中できなかった週があったので、うん、またここからスタートということで頑張りたいと思います、うん、いや、すごい、ありがとうございます。なんかその当たる理由はどんなところにあるんですか。けど本当に何も変えてはいないんですけど、予想の仕方は、うん、とにかく前走のレースとかを参考に、最初から不利があったんじゃないかとか、ちょっとコースの内枠外枠とかでちょっと走りづらかったんじゃないかなっていうところとか、最後の伸び、うん、負けても結構いい伸びしてたなって、うんうん、後ろから走ってきてたなっていうのをとにかくひたすら見て予想に入れるっていうのをずっと繰り返してきたんですけど、うん、それが運よく来てくれるっていう週がずっと続いてたので嬉しかったですね。千葉さんは連続的中とかっていうのはあるんですか。ないですね、連続中。大体ホームラン一発打ったら10打席は三振が続くみたいな感じです。それ結構野球選手としては終わってますよね。スタメン取れないと思います。まあまあ、そのホームランもあれですよ、1点しか入らないホームランじゃないですよ。あ、ちゃんと満塁ホームラン打てる。8点グランドスラムが打てる。そうそうそう、満塁ホームランかけにぐらいのが、うん、あ、いや、でもごめんなさい、ちょっと野球選手だったらスタメンではちょっと使えないですが、打席、うん、代打千葉ぐらいで、代打とかで、はい、人それぞれやり方はありますからね、はい、はい、ということで今回は、オークスですね、予想して入りたいと思います、はい。最初のコーナーは穴馬未来予想。この収録はレース開催の1週間前となっていまして、枠順も出走馬もまだ確定しておりません。そこで馬券に絡みそうな穴馬をあえてご紹介しようというコーナーです、はい、今回の競馬がですね、オークスとなっていまして、牝馬クラシックの2冠目ですね。千葉さん、このオークスはポイントどんなところにありますでしょうか。そうですね、ポイントは桜花賞組がまあ強いんですよね、うんうん、で桜花賞組に、まあ、その比較こう匹敵する馬が別路線から出てきてるかどうかを見極めるのが、まあ、このレースのポイントなんでしょうね、うんうん、とこれ僕偉そうなこと言ってますけど、本当このレース全く苦手なんですよ。G1 の中でも多分一番苦手なぐらい、いや、うん、いい線行くんですけど、なんか当たらないんですよね。まあそういうのありますよね。なんであんま偉そうなこと言えないです。はい、熊崎さん、オークスどうですか。けど本当にリバティアイランドの、うん、よくジョッキーの方がカメラあるじゃないですか、うんうん、ジョッキーカメラあれ見るの大好きで、うん、そのリバティアイランドを去年勝ったじゃないですか、うん、めちゃめちゃ強いじゃないですか、圧勝、うんうん、もう見ていて気持ちいいというか、だからすごい感動したっていう思い出はありますね。まあ、強い牝馬がね、ここでまたドラマが生まれるのかなと思うと、ね、ありますよね。はい、ではここで出走予定の馬の中から馬券に絡みそうな穴馬をご紹介してまいります、
どうでしょう、熊崎さんはどんな馬が気になりますか？そうですね、あの桜花賞で本命にしてたステレンボッシュももちろんなんですけれど、もう一頭あげるなら、アドマイアベルをあげたいなと、フローラステークスですね、はい、はい、思ってます、まあ、フローラステークスで2着馬に1馬身差ということで 2000m 結構ギリギリかなと思ってたんですけど、それでも結構強い競馬だったし、あの折り合いもとにかくついてたので 2400m もいけるんじゃないかなというコメントも見たので、今回も期待していいんじゃないかなと思ってますし、血統もスワブリチャードということで、あのジャパンカップ東京 2400m 勝ってる大馬さんですので、血統的にもいいんじゃないかなと思って期待しています。私はライトバックですね、うん、坂井流星ジョッキー乗りますし、なんかここ最近海外行っちゃってたりとか、前走 の, あのマイルも、はい、あの京都で乗ってたりとかで、我々番組が予想するあの競馬の中で流星出てこなかったので、ちょっと久しぶりに登場なんで、また期待したいなっていうところで、まあ、ライトバックはあの桜花賞がすごい印象的で3着だったけど、でもなんか強い3着だったなっていう印象に残った3着だったなって思うので、あの期待できるな、だから人気は出そうだなって気はするんですけど、流星が乗るし、ただ私はやっぱりその名前を挙げずにはいられないということで、ライトバックは入れたいなと思っています。あとはどうでしょうね、川田さんが乗るからクイーンズウォークとかどうなんですか？いいと思いますね。この辺も人気になるんですかね？そうですね、そこそこ人気はすると思うんですね。まあ、今回ステレンボッシュで桜花賞馬が、まあ、それなりに一本かぶりかなという感じで、まあ、その2番手グループの一角にはクイーンズウォークとか、さっき言ったライトバックとかアドメアベルあたりがいるんですかね、そういうようなイメージではありますね。あ、そうですね、そんなイメージです。まあ、そんなとちょっとどうしても私が挙げる馬は割と硬い馬になっちゃうので、穴馬専門機と言ってもおかしくない千馬さんにランキングをご紹介していただこうと思います。では第5位お願いします。はい、はい、5位ね、ホーエリートという馬ですね。ホーエリート、フラワーカップ2着から、まあ、もうそのここに直行したということなんですが、なんていうんですかね、こう去年ねドゥーラっていう馬が3着来たんですよね、うん、でそのドゥーラとなんとなく雰囲気が、雰囲気と、あとまあ血統の配合とかもよく似ていますんで、なんでそのこういうしぶといタイプがオークスで、まあ、時にこう3着ぐらいに頑張るのが、まあ、よく見られるこう穴パターンの一つなんですよね。でホーエリート自身こうすごい品形もね、ちょっと古めというか、あのすごい発展してるってわけじゃないんですけど、まあ、よく名前の上がるあのリファールっていう馬のお母さんの品形で、まあ、筋通ってますし、で去年のドゥーラとその血統配合の表に乗ってるような馬もよく似てるん で, でなおかつこうしぶとい感じの走りもできるということで、粘り込んで3着みたいな雰囲気ならこの馬ですかねっていうところです。では第4位は、はい、第4位はですね、スイープフィート武豊ジョッキーです。はい、桜花賞がね4着ですかね、まあもうライトバックとスイープフィートが最後ものすごい勢いで突っ込んできたんですよね、で、まあ、両者とも要はそういうレースを鼻からもう溜めて勝負、直線勝負というレースをしようと、でライトバックの方はその、まあ、そういう競馬の方がより力を出せるだろうということですし、まあ、スイープフィートもそうなんですけど、スイープフィートはまあ、若干オークスに睨んでるかなという感じでしたね。マイルだとちょっとねあのメンバーに対すると若干こう、スピードその本質的なその追走スピードのところが足りないんで、まあ、届けば届いたらでいいし、まあ、そのレース自体がオークスにつながるようなレースをするみたいな、まあ、意識もまあちょっとぐらいあったんじゃないかなと思いますね。実際あの武豊ジョッキーがこれ桜花賞4着で、まあ、頑張ったねって言ったのと同時に、まあ、大きく楽しみになりました、
いうふうにも言ってたので、そこら辺はね、戦略的にもちろん全然勝ちにいく内容ではあるんですけども、まあすぐ、まあ2つのプランをね一緒にオークスも睨みつつ桜花賞も勝ちに行くっていう乗り方してたかなという感じが、前走しましたね。なんでこの2400がいいとかそういうことではないんですけども、延長した方がまあレースはしやすいと思います。はい、では第3位は、第3位はね、タガノエルピーダっていう馬ですね。忘れな草賞、まあこれ楽勝だったんですけど、もう前がね結構飛ばして、前バテたところをヒュッと、まあなんていうか、仕掛けるでもなく仕掛けないでもなく、もうそのまま自然まくりみたいな形でまくってしまって、まあちょっと力が違うなというのを見せた。で、実際問題忘れな草賞相手、まあそんなことそんな高いレベルのメンバーではなかったですけども、2馬身半差の、まあ、本当圧勝と言っていい内容で、暮れに朝日杯フューチュリティエースで5馬相手に3着来てる、うん、でチュリップ賞ね、もう絶対権利取るだろうって言われたところで、権利取れなかったんですよ、うん、でだからね、そのすごい切れ味がある馬じゃないんですよね、うん、もうある程度前行って頑張るタイプなんで、切れるストライアルみたいなところでスコスコスコーンと切れるまで刺されたりして、チュリップ賞を、まあ、取らずもがらのところを取れなかった。でそういうタイプだからこそ、まあ、流れちょっと厳しくなるようなレースの方がいいんですよね。オークス自体はものすごいスローから上がり勝負なんですけど、まあ、レース自体はタイトですし、まあ、チューリップ賞で負けてるってことがむしろこうそういう本番で、まあ、オークスみたいなレースの方がオークスとか G1、まあ、この秋の秋華賞とかそういうところの方が力を発揮できそうな気がする。正直ね、これチュリップ賞4着だったんですけど、本番出れば面白いなと思ってたんですよ。もう賞金持ってないんで出れなかったんですけど、うん、なんで、今回、まあ、オークスで、ちょっと乗り方とかいろいろ工夫は必要ですけども、結構いいとこあるんじゃないかなと思います。はい、では第2位は、第2位はね、まあ、アナウンバーでも何でもないですけど、一応名前挙げなきゃいけないなというのはステレンボッシュですね。うん、まあ、強かったっすよね、ステレンボッシュね。うん、で、これはね、言っておきたいんですけども、同じく桜花賞とで、オークスも勝ったデアリングタクトっていう牝馬がいるんですけども、うんうん、それの配合を、お父さんが一緒なんですよね、エピファネア産駒で。で、エピファネイア産駒のデアリングタクトでステレンボッシュ、これまたねちょっとね配合似ててですね、なおかつ距離伸びて良さそうなのはこっちなんですよ。デアリングタクトの方がもうちょっと1000マイルから2000向きっていう感じで、ステレンボッシュは多分2000超えても大丈夫だろうなって思わせるような、こうなんかちょっと重厚長大な血も入ってて、力強さもありますね。まあ桜花賞で勝てなくてもいい構想してればオークスで有力馬になるぐらいの馬が桜花賞も勝っちゃったんで、まあ、当然のことながら、まあ、最有力と言ってもいいでしょうね。でなおかつ牝馬クラシックの大得意の国枝厩舎の馬ですし、まあ、ノーザンファームで、まあ何て言うんですかね、隙がないという感じですね。まあ、モレイラが乗れないというのが、まあ、唯一っちゃ唯一ではありますかね。はい、では第1位は、はい、第1位はね、先ほど名前挙がりましたけどクイーンズウォークですね。おお、川田ジョッキーの、まあ、これは何て言うんですかね、僕ね桜花賞で対抗してたんですけど、うん、もうオークスで本命に打ちたいから桜花賞も買おうみたいな感じだったんですよね。桜花賞は正直、まあ、その距離が短いとかそういうんじゃないんですけども、ちょっと忙しいだろうなっていう印象正直あったんですよ。で、まあ、クイーンカップのレースぶりもね、その構えて、末脚使うっていうのが東京向きだろうなというような印象も受けまして、前走、ね、正直なところもうちょっと頑張ってほしかったなというか、あの位置だったら、だからちょっとある程度位置取りに行っちゃった分、末脚もっと切れる馬の方にやられた感があったんで、まあ、今回はね、その自分の競馬できるコースですから、まあ、変な枠引いたら分かんないですけども、それでも桜花賞よりは確実に条件も好転するし、もともとね、陣営も
クイーンズウォークは桜花賞よりオークス向きかなみたいなのを、ね、ちょっと匂わせたんですよね。なので今回、まあ、その通りに型通りに桜花してくれればいいところはあるんじゃないかと、まあ、でもこれもまあ人気の一角ではありますけどね、はい。さあということで千葉さんが選んだベスト5も出揃いましたので、はい、ぜひ皆さん今の予想をもとにオークスチャレンジしてみてください。続いてはそんなオークスに関係する話題を教えていただきます。競馬に恋した君を沼に沈める1丁目、こちらは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいこうというコーナーです。はい、今回のテーマですがこちらです。じゃん、お小型馬ですね。そうですね、小型馬。これどういうことでしょう。小型馬っていうのもすごいですけどね、今ね競走馬も、まあ、人間もそうなんですけど競走馬もあの栄養がいいせいかある程度大型が進んでるんですよね。うん、昔ね小型馬っていうか、まあ、今でもあのメロディーレーンみたいなまだね350キロぐらいの馬もいますけど、かわいいですね、昔はね400キロ馬なんで結構ザラにいて、たんですが、まあ、今小型馬っていうとどうですかね、440キロ以下ぐらいですかねが小型っていうジャンルに入れてもいいかなという感じですね。今500キロっつってもそんなに大型馬って感じしないんですよ。230あればまあ大型なんですけど、でもまあ一応、まあ、昔からまあ500キロ超えたらまあ大きいなっていうふうに言われて、でその一方で、まあ、今なら440、まあ、昔なら420か400キロ台あたりの馬がまあ小型馬って、でこのオークスって小型馬が走るんですよ。へー、そうなると、しかもね小型馬が走るっていうか大型馬が走んないんですよね全く。500キロ超えた馬って過去38年間で馬券圏内って1頭しかいないんですよ。え、なんで勝てないんですか大型馬は。やっぱりね大型馬ね、その燃費でしょうね純粋に。あ、うん、あの大型っていうのは挙動も大きくなって、そのまあ、実際例えば陸上選手って、はい、その短距離の人の方が大型大きい人多いですよね、うんうんうん、人間で言ってもね、はい、でマラソン選手って、まあ、まあもちろん今はねそのこうアフリカ勢とか必ずしも小型ってわけでもない、小柄ってわけでもないですけど、まあまあそんなその、2メートル超えるようなマラソン選手ってあんまりいないですよね。そうですね、確かに。まあそういうことなんじゃないですかね。結局道中の挙動一つ一つに使うエネルギーが大きいので、まあ距離が伸びたところ、特にオークスみたいに、まあ、全馬が走ったことないような距離でなんかスタミナだとかそういうのが問われる、いかに道中ロスなく進むかが問われるようなレースだともう全く走らない。ちなみにですけどクイーンズウォークって514キロなんですよ前走。だからクイーンズウォークが勝てば、はい、まあ、過去38年で、初の500キロ超え、まあまあもうマイナス10何キロだったら分かんないですけどね、今、まあ、前走ぐらいの馬体重出てくれば、初の500キロ超え V になるかみたいな、記録、まあ、今回もだからちょっとジンクス破りに挑戦というかね、まあ、オークスって大きい馬走らないんだけどあえてちょっと大きい馬を狙ってみようというような感じですね。だからまあその実際ね昔はね本当オークスって、その本当にいわゆるもうちっちゃいなっていう馬がよく走ってたんですけど、最近はねそこまででもなくて、まあ、60とか80ぐらいあってもまあ大丈夫かなという雰囲気にはなってますね。もう大昔ですけどそれこそその、コスモドリームとかライトカラーとかエイシンサニーとかもうずっともう450キロないような馬が勝ってた時期もあったんですけど、今はねそこまででもないので、まあでこれをさっき言いましたけど最初言いましたけど競走馬自体大型馬化が進んでるんですよね。なんでそろそろまあそういう大きくて、そういう、ね、燃費のいい馬みたいなのも出てきてもいいし、そもそもまあこのある程度こう要はスポーツでも、まあ、競馬でも競争でもそうなんですけど、まあ、大きいのってある程度正義なんですよね。うん、結果的にね、そういうフィジカルが強い馬っていうのは、まあ、有利だっていうのはないことは、まあ、あることはあるんで、そのオークスの、まあ、歴史的経緯でいうと小さい馬が来るレースなんですが、
その後にだんだんと、まあ、あんまり関係なくなってきているところで、歴史変えるような存在もそろそろ出てきていいかなというのが個人的な、まあ、読みですね。はい、逆に今回の出走予定馬の中で小型馬って言ったらどの馬が当たりますか？そうですね、サフィラとか小さかったんじゃなかったかな。サフィラとかそうですね、430キロぐらいの馬であんまり大きくないですね。で、あとどうかな、ライトバックとかは割と普通ですし、ステレンボッシュもそんなに小さいわけではないですね。タガノエルピーダは明確に、あとまあ小金の空あたりですか、450キロないような馬がいますね。そのあたりはまあそのスムーズにね、折り合って、なおかつ、ね、燃費のいい走りをすれば、こう距離が伸びていいところがあってもいいという感じですかね。まあ、ダントツ一番人気だろうと言われているステレンボッシュはその点どうなんですか？あ、もう 中型の前ですね、460キロ台。あ、じゃあ500、むしろ今ぐらい、今のボックスはこのぐらいの体の馬が中心になってますね、馬体的に言うと。で、あえてこのレースに合わせてめちゃめちゃ絞ってくるとか、そういう調整をしてくるところとかもあったりするんですか？いや、ないです、ないです。やっぱね、体重っていうのは、まあ、すごいストリクトに馬体重とかを厳しく見る調教師とかももちろんいるんですけども、はい、まあ、馬の体調優先ですしね、この時期特に牝馬なんかは買い馬食いっていうね、餌を食べる量とかが落ちたら、それこそその力も発揮できませんので、むしろプラス出したいっていう方がほとんどだと思いますね。なるほど、小型馬。さあ、ということで専門家さん、はい、ありがとうございました。小型馬ですね、はい、あんまり。そうですね、小さい馬が来るって、まあ、昔、今はもうあんま聞かなくなりましたね。僕が競馬始めた頃、もう30年ぐらい前ですけど、その頃は言われてました、はい、オークスは小さい馬が来るって。ちょっとサフィラとか狙い目かもしれないですね。人気もなさそうです、はい、ということで、あっという間にエンディングの時間となりました。熊崎さん、いかがでしたか？はい、この時間めちゃくちゃ大好きで、うん、毎回日本収録させてもらってるじゃないですか、うん、私コラムを書かせていただいて、うん、いつも予想を出してからこの収録なんですよ、うん、だから予想をこうやって聞いて、あ、なるほど、そういう考えがあったんだ、うん、取り入れたいなって思っても今週はもう間に合わないんですよね。だけど2本目はまだ来週1週間分空いているので、これを聞いて、あ、なるほどって予想に組み入れることができるんで、うん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 、めっちゃ大好きなんですよ。1本目ももちろん勉強になってるんですけど、ちょっと取り入れたいなと。知識の増やしになってる。はい、ありがとうございます。熊崎さんに最後に何かお知らせあればお願いします。はい、私が以前馬名をつけさせていただいた桜センターベアが、うん、もしかしたら今月あたりに出走できるかもっていう予定が入ってきて、まだどうなるかわからないんですけど、うん、もしできたらぜひ応援よろしくお願いします。詳しくは、ね、後ろ側に桜センターベアの応援馬券が入って、はい、応援馬券を入れてます。しっかり買って入れてるんですけど、ちょっと今度は馬券が残らない形で、うん、いい走りを見せてもらえたら嬉しいなって思いますし、うん、無事出走できるように祈ってるので、ぜひ情報を X の方でぜひフォローしていただいて追っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてオークスのレース展開や買い目など詳しい情報については枠順確定後ロガールブログで公開をいたします。ぜひそちらもチェックしてみてください。そして次回は日本ダービーです。あ、これはもうかみたいな感じですね。もうなんですね。日本ダービー予想してまいりました。もうですね、早いですね。拍手してますね。なんかもう有馬記念と日本ダービーはなんかもうちょっとお祭り感がありますからね、はい、なんかもう、あ、もうに、うん、は、あ、2024年半分終わったかっていう感覚がちょっとね、ありますよね、はい、早いなぁ思ってしまったということで、熊崎さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。お願いします。それでは皆さん、今日もご覧いただきましてありがとうございました。良い週末を。さようなら。